トラベラーチャンネル。先ほどですね、お部屋のチャイムがピンポーンって鳴りまして、ね、何事かと思って行きましたらですね、この大きなですね、ワゴンがドドーンと置いてありまして、まあ、今日はですね、一日隔離ということですので、まあ、ホテルの中で、まあ、部屋の中で夕食をとるということで、お部屋の方にこう食事を運んでくださいました。事前にね、こうお願いしていた感じなんですが、やったご飯と、こちらがマッシュルームクリームスープ。おお、美味しそう。そして、カレーでございますね。そしてマンゴープディング、おお、めっちゃ豪華ですね。嬉しい。そして、あ、美味しそうなパンもある。これはお昼もビジネスクラスで食べ過ぎた私は完食していいんでしょうか。まあ多分完食してしまうと思います。では早速食していきたいと思います。それではですね、早速食していきたいと思います。いただきます。最初はですね、マッシュルームクリームスープで、ね、ちょっとお部屋出れないから嬉しいですよね。うん、めっちゃ美味しいなこれ。オニオンが、効いてる。オニオンがすごい効いてる。あと、ニンニク、ガーリックも結構入ってると思います。そしてさすがですね、やはりタイランド。ちょっとピリ辛。美味しい。うん、そしてなんかね、パンがすごい美味しそうだったんで、いいですね。ちぎりがいのある、うん、めっちゃ噛み応えのある、うん、フランスパンばりのこう硬さがいいですね。うん、でもタイは、まあ、今の段階だとこう PCR 検査を受けて、まあ、その結果が出るまでは一応1日目滞在を、まあ、滞在先で静かにこう待ってるっていうのがまあルールなんですけど、まあ、こういう時で考えると結構、ね、観光であればお友達同士で来てたりしたら、まあ、部屋の中ででもね、結構楽しくお話をしたりとかもできますし、まあね、一人で来ても今もう本当に Wi-Fi とかね、もうしっかりと、まあ、大体どこのホテルでも使えますし、で今回たまたまなんですけど、私はあのアハモで、まあ、日本で契約してたので、まあ、日本から普通に携帯を持ってきて、もう全くタイに着いたら勝手に、まあ、タイの方の電波とつながって普通にこうネット環境を使うことができるということでですね、大変便利だなと。母も確か80何カ国がカバーされてるってことだったので、もう結構海外にね、あちこち行かれる方っていうのはそういう意味で言うと、母ものプランっていうのは意外と使い勝手がいいんじゃないかなっていうのも思いました。続いてですね、メインディッシュ、パナンカレー。赤い感じのカレーですね。なんかパナンカレーって僕初めて聞いたんですけど、なんかタイ南部のカレーらしくてですね、グリーンカレーとかってめっちゃ辛いカレーですね。あとはあのマッサマンカレー、結
結構ちょっと甘い感じのカレーとか、その辺が結構日本では知られてると思うんですけど、このパナンカレーは、まあ、なんかその中間ぐらいのお味だそうなんで、ちょっと僕も初めてなのでちょっと楽しみにしております。食べていきたいと思います。いいですね。程いい感じ。多分結構日本の方好きかも。グリーンカレーだとうわ辛すぎみたいになる人でも全然いけちゃう気がします。おいしい。でお肉はポークですね。このタイ米がよく合います。そんなに食べちゃいけないと思いつつもなんか簡単に完食しちゃいそうですね。なんか食事をしてたらだんだんと日が落ちてきてまして、なんかライトアップがどんどん綺麗になってきてましてですね、ちょうどそこのショッピングモールのアイコンサイアムの前とかに綺麗なこう噴水が出てたりもするんで、また後でその辺も綺麗にちょっと撮りたいなと思います。パナンカレー美味しい。めっちゃおすすめです。はい、そして最後ですね、じゃん、マンゴープディング。こちらはめっちゃいい匂いする。あ、うまそう。濃厚。さすがですね、そんじょそこらのマンゴープリンじゃないですね。めっちゃ濃いです。超美味しい。濃厚だけどしっとりしてて美味しい。すごい暗くなってきましたね、外がね。これは撮影チャンスですね。今日は一日本当によく食事をいただいてるなっていう感じです。あちこち出歩けないからってことでこういうすごく豪華な立派な食事をこう準備してくれてるっていう感じですね。明日はですね、夜は多分食事は今回こう招待していただいたタイのそういうネットワークのタイ政府観光局とかですね、そういった方々がこう交流会みたいな形のを開いてくださるみたいなので、結構そういうのも楽しみにしております。完璧にいただいちゃいました。明日はなんか思いっきり街を歩いたりしたいですね。消費するためにも、まあ、こういったねすごい豪華な食事をたくさん、まあ、個々のね部屋に全部持ってきていただいて食べて、でまあ後でフロントに電話すれば、まあ、このテーブルを持って行っていただけるということでね、すごいこうシステマティックにできているなと。なのでまあご予算にもよるんでしょうけど、現段階でまあ、隔離、まあ、1日だけですけど、まあ、宿泊をっていうことを考えてらっしゃったら、結構ペニンシュラはそのままねホテルで PCR 検査を受けてとかっていうことで、まあ、ある意味こう空港からの動線がですね、他のホテルとかですとどこかで、まあ、PCR 検査を病院なり受けたりとか、まあ、あとはドライブスルー的なところで受けたりとか、あとはもうその移動してる
移動のバンとかにこう乗ってきて PCR 検査ピットしたりとかっていう形で、実施するところが多いみたいなんですが、まあ、このペニンシュラホテルはホテル内のでそういった、PCR の検査をしてくれるところがあってということなので、まあ、そんなにあちこちに行かないでも済むっていう、まあ、あとは時間的なメリットと、まあ、体力的にもですね、まあ、そう疲れることもなく過ごすことができるっていうのも、まあ、一つの利点じゃないでしょうか。今日はですね、たくさん食べ過ぎているかもしれませんが美味しい食事を食べてください。